エッタムッソリーニは、ベニートムッソリーニの娘で、カレアッツォ・チャーノと結婚したためご反省をエッタ、チャーノとして過ごした。チャーノとの間には、ファブリツヨ、ライモンダ、マルツヨの3人の子を設けた。イタリア王国白銀融館勲章受章。1910年9月1日、フォルリにて、ベニートムッソリーニとラケーレグ・イーディの間に長女として生まれた。 両親は1910年1月にこの町で同棲を始めていて、彼女は落ち着きのない性格でのちにマスキアッチョと呼ばれた態度を示していた。彼女は強烈な個性と独立心を持っていた。実際、彼女の父親は後にイタリアは服従させたけど、自分の娘は決して服従させられないだろうなと語っている。男まさりの性格もあってか、父が スイス時代の恩師で後に敵対した、ロシアの女性革命家アンジェリーカ・バラバーノフと設けた、ことの噂が流れたこともある。1929年には、ローマに移り住み、1930年4月24日に、ローマで、ローマ進軍以前からのムッソリーニのスポンサーであった、コンスタンツチャーノ提督の息子がアレアッツォ・チャーノと、結婚した。その後、チャーノが、 上海総領事として赴任した中国に1932年まで生活し、そこで長男のファブリツェを設けた。エッタは中国滞在中に夢中となった長学寮と恋人関係にあったともされる。1932年10月に来日しており、その際、朝日新聞が架空のインタビュー記事を掲載した。そこで彼女が日本の駅ではベニとベニトと 盛んに父の名を呼ぶ声がして懐かしかったと、駅弁売りの弁当という売り声から、父親のベニートムッソリーニの名を連想したと語った、とのエピソードがある。この話は当時東京朝日新聞の記者であった渡辺真一郎が著作の中で、自らが創作した新聞記事として記載しているが、実際の新聞史上ではその記事は確認できない。1936年に、 チャーノは外省に就任した。1938年に、ドイツ航空省、ヘルマン・ゲーリングはこの年に生まれた娘に、エッタと名付けている。1939年のイタリアのアルバニア侵攻後、アルバニアの港町サランダは、エッタの名にちなんで、ポルトエッタと改名された。また7月には、タイム氏の表紙を飾り、レディー・オブ・ザークシズというキャッチフレーズが付けられた。 第二次世界大戦中のギリシャイタリア戦争時にはイタリア赤十字社のボランティアとして活動した。1941年3月14日には彼女の乗っていた病院船マローナがアルバニア沿岸でイギリス空軍の攻撃を受け沈没した。しかしエッタは泳いで岸にたどり着き一命を取り留めている。その後1943年までアルバニアで 赤十字の活動に従事した。1943年7月、父ムッソリーニがファシズム代表議会で球断され、指揮権を国王に返還した上で首相を解任、逮捕された。エッタの夫でありファシスト党の幹部であったチャーノもムッソリーニの解任に賛同している。しかしその後、ムッソリーニがドイツの手によって解放され、ドイツの傀儡国家イタリア社会共和国が、 成立すると、チャーノの立場は危険なものとなった。チャーノとエッタの家族はドイツで軟禁状態となった。ヒトラーはチャーノら反逆者の処刑を要求したが、ムッソリーニはチャーノの除名単眼をしている。エッタはチャーノと共に南米行きを父、ムッソリーニやヒトラーに訴えたが、ヒトラーはチャーノが回想録を出版する計画を持っていることを察知して拒否した。 これを受けてエッタはムッソリーニに南米行きを援助してくれなければ、ムッソリーニの大スキャンダルを世界に公表すると手紙を送った。しかしチャーノは10月に逮捕され、ベローナのスカルチ監獄に収容された。11月には大議員大会で裁判が決定され、1944年1月8日から裁判が開かれることになった。エッタはチャーノの救出のため、 三人の子供をスイスに逃がし、ムッソリーニにチャーの解放を訴えた。しかしムッソリーニは目に涙を溜めて拒否し、エッタは父の部屋を飛び出した。エッタの兄、ビットリオの回想によるとエッタは、見ているがいいと連呼した後に、私はどんなことがあっても、夫の生命を救ってみせる。子供たちの父親を助けるのが、妻の務めよ。そのためには、親も家族も、陰影。 全世界を敵にしてもやってやるわと叫んだという。エッタは取引材料としてチャーノの秘密日記14冊を所持していた。この日記には1937年8月23日から1943年までの機密情報が多く記述されており、ドイツ側としても公表を恐れていた。SD 長官エルンスト・カルテンブルンナーは取引に応じるとして、 日記の一部を要求した。エッタは重要ではない会議記録文 6, 6冊をドイツ側に渡し、コピーさせた。カルテンブルンナーはエッタとの取引を実行するため、チャーノの脱獄計画、白尺を立て、ヒトラーに計画実行の許可を求めた。白尺は、スカルチ監獄を占領し、チャーノをベローナ郊外で解放、そしてチャーノがトルコに到着した後に日記を渡すという、 内容であった。しかしヒトラーは、ムッソリーニの問題であるとして、ドイツが介入するべきではないとして、作戦を却下した。しかしエッタに計画中止の連絡はされなかった。1月7日午後8時、白尺の実行予定日時にエッタは日記を携えて、夫の解放地点に向かった。エッタが乗っていた自動車は途中でパンクしたため、通りがかった農夫が乗っていた自転車のハンドルの上に、 座って、解放地点に向かった。しかし約束の時間になっても誰も訪れず、エッタは、伯爵が実行されなかったことを知った。エッタはなおも夫の解放を諦めなかったが、エッタに同情したドイツの連絡員の女性に逮捕が必死であることを告げられると、スイスに亡命することを決めた。チャーノラの裁判が行われた別居上1月9日、ベローナの裁判で、 チャーノ島に死刑が求刑された。午後、エッタは日記を腹部にくくりつけて、妊娠した農夫に変装した上で、スイスに亡命した。出発前、ヒトラー、ムッソリーニ、イタリアに駐在する港軍集団司令官、アルベルト・ケッセル・リンクに当てて、手紙を書き、連絡員の女性に手渡した。この手紙で重ねて、チャーノの解放を求め、 解放がなされなかった場合に日記を公表するという内容であった。父ムッソリーニ宛ての手紙では父親をルーチェと記し、父とは呼ばなかった。連絡員はエッタが逃亡する時間を稼ぐため、10日になって手紙をドイツ側に手渡した。しかしこの朝にベローナ裁判では判決が下り、チャーノにも死刑判決が下った。死刑判決を受けた者たちは、 特赦願いを提出したが、ファシスト当初機関長、アレッサンドロ・パボリーニが握りつぶした。1月11日、エッタの手紙を受け取ったムッソリーニは、早朝に、イタリアの新兵隊及び、警察高級指導者、カール・ボルフに介入するべきか相談したが、ボルフは、不介入を勧告した。このためムッソリーニは動けず、午前9時20分になって、チャーノ島は処刑された。後に、 特赦願いが出されていたことを知ったムッソリーには、処刑前に渡されていたら、受理しただろうと述べている。やがてムッソリーにはエッタがスイスに亡命したことを知り、娘とは返して、日記を取り戻すため、密使としてエッタの幼な友達であるパンチの神父をスイスに送った。しかしパンチの神父と面会したエッタは、ルーチェが選ぶ道端だ二つ、地の果てに逃げるか、自殺するかだと述べて、 和解を拒否した。パンチの神父の行動を察知したドイツは、日記の打開をパンチの神父に依頼した。しかしパンチのは、エッタに日記が狙われていると告げ、スイスの銀行に預けさせた。その後、エッタは、アメリカの新聞、シカゴデイリーニュースと日記の掲載契約を結んだ。1945年、エッタはイタリアに帰国した。 その後、イタリア政府に逮捕され、リーパリ島に遊兵された。12月20日、ファシスト島への協力の角で2年の実刑を受けた。1945年7月、シカゴデイリーニュースで、チャーの日記のうち1939年から1943年までの連載が開始された。その後、アメリカとイタリアで単行本が出版され、 1953年には1937年から1938年までの文をまとめた単行本が出版された。ただし、1939年から1943年の日記には、エッタが削除した部分があり完全ではない。1995年4月8日ローマにて死去した。ありがとうございます。